ツットグロッケとは、スイスの首都ベルン旧市街のサイモンにある、時計塔である。ベルンのランドマークとなっており、スイスで最も古い時計塔の一つである。ベルン旧市街のツットグロッケツィットグロッケは、世界文化遺産に登録されている、ベルン旧市街の目抜き通り、クラム通りとマルクト通りの境の地点に位置する。ツットグロッケは、字の鐘をベルン地方のスイスドイツ語で読んだもので、 ドイツ語では、ツイトグロッケとなる。ツイトグロッケは1218年から1220年に、かけて、町を囲む外壁のモンとして建てられた。1405年の大火により、塔が破壊されたが、その後大金が取り付けられ、1530年に、全米式時計が取り付けられるまでは、手で鳴らされていた。1610年に踊る熊が仕掛けに追加され、 ベルンの街のシンボルとなった。時を知らせる鐘、塔の時計、仕掛け、天文時計はすべて一つの装置によって作動しており、時刻の他に、曜日、日日、月、星座、月に、位相も表示している。基本的に石の重さによって5つのメイン歯車が28時間、動き続ける仕組みで、約450キロの石は毎日引き上げられている。ありがとうございます。